イノセントワールド。あの挨拶決まりました。いやね、その YouTuber 新年みんなつまんなすぎ、東海オンエア三が日まで休んでるしさ、みんなつまんねえんだよ動画。ヒカルさん含めね、全員つまんねえ。つまんヒカルさん面白いけどさ、いや面白いんだけどすぐ終わっちゃうじゃん。いやもう全員 YouTuber つまんないということでね、宇宙一面白いピューディパイの5系倍面白い YouTuber でおなじみの羽島清志郎がね、どんどん爆竹のようにパチパチと動画を上げていこうと、さすがにしびれ切らしました。三が日の3分の2ですよ。まあその通りだな。まあもう言うならば6分の4、まあ、言うならば9分の6、言うならば30分の20、言うならば60分の40、言うならば90分の60ということで、まあこんな感じであと30分ほどこの下りをしたいんですけど、やっぱりね疲れる。俺の頭の回転がちょっとね、90分の60で終わっちゃった。10倍していけばいいだけなのにそこで終わる。さすがね、あの脳年齢137歳ということでね、あー面白いよ、羽島恭四郎のギャグ面白いよってね、皆さん思ってると思うんですけど、その通りです。それでいいんです。いやー、やっぱ僕は面白いと、いや調子に乗りすぎだと思ってる方もいるけど、さすがにもう YouTube つまんなすぎ、地獄だよと言いつつ、動画投稿三が日以降で、みんな大体あれでしょ、学校ってあれじゃん、5日くらいから始まるでしょ。まあ俺はね、学校なんかね始まんないんですけどね、いやわかんない、下手したら4月くらいに始まるということで、もう1年と半年くらい、ね、もう何休みだよっていうね、休みしてるんですよ。春夏秋冬休みをしてるんでね、もう1巡目入りましたよ。2巡目入るかってところまで来てるんで、あまあね、と言いつつ動画はそのね、やっぱ三が日親とかが今あのねいますよ、動画出せない。ごめんね、だから俺の過去動画あさってください。ゲニー、いやいや5日からちょっと、まあ、いや4日くらいからエンジンぶっぱということで、今日ねお参り行ったんですよ。お参り行ってけど、今日は今年は痩せるぞって言ったけど、出店で唐揚げがあったっけ。でお母さん、まあ僕のね、甘いお母さんがね、買う、唐揚げ買うって言ってんすよ。いやいいよって言って、でしたらなんか強引に買ってね、買っちゃったん、強引に、意味わかんない。いいって言ってんね、買ったけど唐揚げうまいうまい、多分あの屋台の唐揚げやって、まあ、ちょっと闇深めだと思うんすよ。闇深めのね味なんすよね、ディープダーク味、なんやそれ、ディープダーク味、濃い闇、濃い闇ってなんやそれ。まあディープダーク味の唐揚げなんすけど美味しかったですね。でもね、食った後車の中臭くなってた。いやニンニクがすごい強いんでね、まあ僕の今口の、あそうだ、あ忘れてた、ラーメンのお湯セットしてたんだということでね、あの皆さん正月はくらいはね、僕の過去動画見てくれ。正月くらい休ませてくれってわけじゃないです、単純に親がいるからやりづらいってだけです、そんだけ。親がいなきゃね、まあ1日30分、まあこれからね、僕才能だけで勝負していこうっていうずうずしいやつでなんで、ね、まあ僕の面白さだけで勝負していくんで、編集とか構成とか何も考えないで、僕の面白さ才能だけで勝負していくっていうね、あのクソ YouTuber でやっていこうと思いますが、でも僕は面白いんでね、残念ながら面白い、いや他の YouTuber とはちょっと比べてはならないくらい面白いっていうか、いや面白いんだよな、残念ながら中毒ですよ。僕を見たら他の人の動画、まあ良さはありますよ、他の人編集とかして見やすい、僕は見やすいっていうよりは面白いっていうか、まあまあこんな感じの動画がいっぱい上がれば皆さんも見てくれるんですけど、俺グータルな動画でほぼ喋ってない動画がね8割を占めてるんで、あーお腹すいた、バイバイ。お腹すいた。